今日がこのエアロプレスっていうのを使ってエスプレッソを抽出してみたんですけど、例えば前回の動画とかで山椒を使ったあのアレンジドリンク紹介してたんですけど、あの前回お店で作ったのでエスプレッソマシンがあったのでエスプレッソでやったんですけど、お家にはだいたいエスプレッソマシンあるお家はないと思うので、こういうのエアロプレスっていうのを使うと簡単にエスプレッソ風に抽出できるので、今回の動画はそれを紹介してみました。抽出のポイントなんですけど、今回エスプレッソって結構、まあ、圧力で抽出していくので、まあ、短時間で抽出するんですけど、果実味であったりとかなんか綺麗な酸味フルーツ感とかが出やすかったりするんですけど、浅煎りのコーヒーでやると。今回このエアロプレスも実は結構2000年くらいにできた新しい抽出器具なんですけど、同じような特徴があって、あの空気圧を使って抽出するんですね。で、あの私途中であのエアロプレスを逆さにしてたと思うんですけども、この逆さにするっていう動きを加えることでよりあのコーヒーがあの水と触れる時間が長くなったりとか、あの反対にされるので触れる面積が大きくなったりするので、よりエスプレッソに近い感じ の, あの濃い抽出ができるようになります。なのであえてあの今回は反対にして抽出するっていうのを選んでやってみました。で、あの今抽出できてるんですけど、こちらはさっきみたいな山椒とかのアレンジドリンクにしたりとか、あとはこのままあのお好みのミルクとかに入れてもらってお家で楽しんでいただくと、アイスのカフェラテとかとしても楽しんでいただけると思います。結構あのこのエアロプレスっていう抽出器具がお家にあったらすごい簡単に誰でもできるので、ぜひやってみてください。ありがとうございます。